岩村内閣の衆議院ですが、解散することが正式に決まりました。俺たちの中に裏切り者がいるってことだ。古賀が殺されたの知ってるよな。何の話が聞きたいんですか。山倉真美のことも聞きたいね。今日あなたのお父さんに会いました。私が実現したいのは強い国日本。そのための努力は私は惜しまない。富裕層の自殺者が増えてるそうです。なんとか手を打っていただかないと。生きようとする心、この世を信じようとする心がある証なのです。試してみますか。そうだな。総理のことはずっとお支えいたしますから。分かってるよ。現職金だ。絶対しくじるな。大丈夫ですか。目の前見えてますか。政治家ってどうですか。なんだよ急に改まって。お前は俺が必ず守る。どうだ、新しい施設は。過ごしやすいよ。京兄が議員になったおかげだね。乾杯。乾杯。お前、政治家になれたんか。